京葉線葛西臨海公園駅です。本日は葛西臨海水族園に向かいます。駅から見える観覧車です。見えてきました。入場料は大人700円。ガラスドームです。ここが3階となります。それでは入りたいと思います。中はガラス張りです。エスカレーターで2階へ向かいます。サンゴ礁の海です。綺麗ですね。サメエリアです。ハンマーヘッドです。おお。世界の海です。サザングローブフィッシュ。かわいいですね。これは？でかいです。ナーサリーフィッシュ。ヘラヤガラ。鏡台。それでは後編に続きます。後編ではマグロを見たり、あとレストランに行ったりします。それではバイバイ。